ようこそ光の仕事人。このコーナーは西関区をはじめ新潟で光り輝く方をゲストにお迎えしてお話をお伺いします。今日のゲストも素敵ですよ。まずは自己紹介をどうぞ。はい、新潟市東区でチョークアートを描いております村上渚と申します。屋号は渚院、サインアートのサインとメッセージですね、はい、いろんな気づきのサイン、それを掛け合わせて屋号にしました。はい、よろしくお願いします。今日のいでたちも素敵で、ありがとうございます、ね、先日に行われたアフリカンベーカリーカフェ、はい、ナミテテさんの会、はい、そこまたね、そんな雰囲気を引きずってますけどあれからアフリカンが消えなくて、本当に素敵な会でした。ありがとうございました。チョークアート渚院の村上渚さんなんですけれども、実は西関区出身。そうなんです。この辺ですか。はい、そうです。あ、ここから車で3分ぐらいですか。あ、そうですか。じゃあ巻きに来ると懐かしいでしょう。懐かしいですね。ここここって感じね、私のルーツって感じですね。そうです。そうですか、はい、そんな渚さんなんですけど、はい、私と出会ったのは、かれこれもう5、6年前ぐらいですかね。そうですね、うん、どこで出会ったのか忘れました。私も覚えてますよ覚えてます。私も覚えてます。どこでした。一番初めは、エンデバ横星さんから。あ、江南区のね。そうです、はい、はい。その何の会でした。あれは、書の会ですね。書の朗読、葉っぱのフレディを朗読されたんです。すごいです、うん、そうなんです。私ね、葉っぱのフレディを読ませていただいて、それをね、聞きに来てくださったんですけれども、もういろんなね、回で朗読させてもらってるんですけど、渚さんよくね、来てくれまして、ありがとうございました。大好きなんです、桃代さんの声。あ、嬉しい私も渚さんのこのチョークアートが好きで、嬉しい本当にね、なんて言うんですかね、癒されるだけじゃなく、落ち着くというか、もうなんだろうな。でもね、渚さんとこの作品が全くね、違うんですよね。違う、違うというか、渚さんが書いてるのって思うぐらい、もう普段の渚さんって明るいじゃないですか。こう、私が接してる渚さんはね、ねやかな感じなんですけど、はい、でも、はい、これをこう書く時のきっと渚さんは陰と陽で言うと陰の方でもう引きこもりじゃないけど自分の世界に入ってる感じがするんですよね、この作品。どうですか。私はもうそれこそ本当に陰陽、自分の中に本当にあって、その葛藤がすごくうごめいてるっていうか、そういう衝動がありますね、常に。私もの詩を書くのでよくわかるんですけど、自分の中の陰と陽って本当にあるじゃないですか、せめぎ合ってるっていうか、その部分の陰の部分をこう、うまく出すといい作品になるというか、まあ、それだけじゃないと思うんですけど、どうですか。書いて、書き始めてチョークアートを始めたのが2011年地震があった。13年だ。地震があった後ですね。はい、その頃描き始めた頃と今とじゃ違いますね。はあ、作品も。そうですね。はい、最初の始めたきっかけは何だったんですか。始めたきっかけは、やはり私ケーキ屋さんでずっとパートで働いてたんですけども、そこのオーナーさんがものすごくこのケーキ作りに対する作品、一つの作品、ケーキって一つ一つ作品ですよね。そうですね。あらこのようにすごく愛情を込めて作るんですね。その姿にものすごくこう影響を受けて、私もこんな風になんか自分の作品を作りたいっていうのがまずきっかけで、何やりたいっていうのはなかったんです。ただ漠然と何かこう寡黙に打ち込むものを探しているときに武蔵でチョークアートに出会って、出会ったんですか。そうなんです。もともと絵を描くのが好きで。絵はまあ好きだったんですけど、常に描いていたわけではなく、何かこう表現したいっていうのはありました。それで初めてじゃあ出会ったときに、何これ楽しいって思ったんですか。もうその、チョークアートって
を見てくださると分かると思うんですけど、うん、光と影を描くアートなんですね。まさになんかこう自分の心の中のものをこう思いがこう出せるアートなん、アートだなって感じたんですよ。もうそのこのアートで私はやっていこうっていう、もうビビ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 ビってきたんですね。いやでも最初はうまくいかないでしょ。そうですね、うん、あれってあのチョークって黒板のチョーク、普通の学校にあるものとは違うんですよね。違います、はい、特殊な加工されてるやつで、はい、オイル製のクレヨンみたいな、はい、オイルパステルっていうね。今あの YouTube ご覧の方は分かるなと思うんですけれども、の小さな額に入っているそれぞれの作品は全て渚さんが描いたもので、で絵だけではなく言葉、言霊もね一緒に描いているのが渚印の特徴ですよね、はいはい、そうなんです。これ言葉を一緒にしようと思ったのは何かきっかけが？それは本当になんか考えて出てくるものじゃないんですよね。なんかこういつも頭に思ってて描くものではなくって、内側から出てくるっていうか、なんか直感ってありますよね。あります。そういうものに従った方がこう、スムーズにいくっていうものはまあ聞いてたんですけど、うん、まさにそんな感じですね。え、これ言葉が先なのか絵が先なのか？言葉が先です。言葉がパーッと出てきて、重いですよね。ちょっとこう書き留めておくでしょ、書き留めますね。それでじゃあそれに合わせた絵を描こうみたいな感じで、ね、イメージしてっていうこと。まずその一番高いところにある人生はまるで毎日が贈り物っていうのが、はぁーって思って、もうまさに私の額の仕事人のこのコーナーがそのものなんですけど、毎日違うゲストがここに来てくれて本当にギフトもらってるんですよ。本当に嬉しい、ね、そのものだなと思って。そうですね、毎日起こる出来事とか違いますもんね。全部違うけど全部受け止め方次第ですよね。そうそう、だから良くないと思うことも良くないんじゃなくて、物事があるだけでどう見るかなんですよね。ですよね、本当そうなんです。例えば病気とか事故とかも最初はねすごいあどうしようって思うんですけど、後々考えたらあれは人生の転機だったのかって思うんですよね。そうですね、その時分かんなくても、後々になって分かりますよね。そうだからね、なんか怖いものがなくなってきました。まだ無謀よですね。渚さんどうですか？私も本当にそうですね、私もあの12年前に病気して、でそれまで自分の命のことなんて考えたこともなく、今49なんですけども、12年前だから37です。37の時は子供が3人いたんですけども、まだ小さくて、でその時にあなたの命考えなさいって医者に言われた時に、私がこの世からいなくなるなんて考えたこともなかったんですよ。ね、小さな子供さんがいてね、ママって本当に大変じゃないですか。そう、ママがいないと本当に、ね、大変なのでって思ったんですね、その時に。そう思いました。もう本当に何にも残してない、何にもしてあげれてない、毎日毎日どれだけやることができていたのに何にもしてこなかったっていう後悔がうおーって押し寄せてきて、なんかやらなきゃいけないんだ、人生なんてあっという間だって思って、そこからの、まあ、この言葉なんですけど、そうですか、ね、そしてその前の方が人生はストーリー、まさに物語ですよね、物語ですよね。もう一人一人各自、誰もが同じ人間はいないわけで、それぞれにストーリーがあるわけですもんね。本当にそのものですよ、そしてその隣が、どんなに物に満たされても、心の孤独は癒せない、私はこれ2年ぐらい前に書いたんですけど、2017年に書いたんですけど、まさしく今日冬至じゃないですか、ね、今日を機に風の時代に入る。そうなんですよ。今まで長い時間、長い250年ですか、地の時代っていう時代を過ごしてきて、その時はそういう時代を過ごしてると分からないけど、分からなかったですよね。
なんか今までは本当にいろんなものに満たされていたじゃないですか。でもこれからは風の時代はどういうものに気をつけるかって、やっぱ精神的なもの、コミュニケーション、人と人との関わり合いっていうのって大事なんだよなっていうものが、まさに今の言霊だと思って、本当だ今、うん、思ってますね。だからね、物質のまあ時代だったんですよ、今まではね、物質とかお金とか肩書きとか、そういうものにとらわれていた、まあ、価値を置かれていたんですけど、もう明日以降、まあ、風の時代にガラッと変わるわけじゃないですけど、徐々に変わってくる。そうですね。でももうね、そんな感じがありましたもん、2、3年前から、私は。おー、すごい桃代さん、いや、最強能力が。だから、あー、なんかね、変わってきてるなって、自分も関わり合う人も変わってくるじゃないですか。そうですね。ね、2、3年前と今で全然違うでしょ。違いますね。ね、本当そうですよね。ね、自分も一皮も何皮もこう向けて、また新たな段階に入っていかなきゃかななんて思ってますね。ステージアップ、ステージアップして、そういうものがね、パッと直感で降りてくるという、ね、言霊、言霊、大事ですよね、言霊の力って本当にすごいって、本当に私もそう思います。そうですよね。言葉のセミナーとかもこうやって思うんですけど、本当に言葉を使う言葉をね、変えていったら人生変わるんですよ。うん、優しく。そうですよね。うん、と思うので、だからあまりこう否定的な言葉を使わない、はい、まあ、子供にもそうやってこう伝えてるんで、徐々にこう分かってきてもらってるかななんて子育てでも思うんですけど、なんか子育て面で気をつけてることあります？子育て面、やっぱり子供ってどうしてもうちの子すごい感情が起伏が激しくって、やっぱりこうね、悪魔言葉を使うんですよ。めんどくさいとか、わかんねえとか、そういう言葉を言った時にそれを打ち消すようにしてますね。そんなこと言ってると何もできないよって。そうですよね。だから親も、まあ、子供に対して、そこ邪魔とかって言わなくて、ここねちょっとね、物置くからね、どいてねっていう言い方に変えるっていうの難しいんですけど、忙しかったりイライラしてると、特にママは忙しいから。でもそこ変えるだけで、ちょっとこう子供のママに対するね、態度も変わってくる。変わってきますよね。くるんですよ、変わってきます、不思議なことに。でもその代わりは嬉しいですね。嬉しいですね。私の子も中3で今難しい時期なんですけど、それをね、言葉を変えていくと向こうの態度も変わってきて、面白いな。そうですよね。そしてやっぱり上向きになっていくのが分かりますよね。だからそのモチベーションをね、上げてあげないと。だから、まあ、イライラする思春期なのは分かるから、そこをうまく変えないと、こっちもイライラしてたらダメなので、ちょっとね、こっちもそうなんですよね。言葉の力がすごいすごいって言われるのは、やっぱりいい言葉を使うと、それだけエネルギーも高まるから、だからいい言葉を使った方がいい、言葉の力を利用してまさしくそうですね、いい言葉に変換してっていうのが本当に最近です。でももうこう日々忙しさに追われてると忘れがちなので、もう毎日のように自分に自分自身ね、言い聞かせてるんですけど。そうですよね。とはいえ、そんな、なんか話がね、こう盛り上がってしまいました。後半まだまだお話伺っていきます。一旦コマーシャルです。ようこそ光の仕事人。今日は西川区出身のジョークアーティスト、村上渚さんをお迎えしています。引き続きよろしくお願いします。お願いします。ねえ、もう前半あっという間だったでしょう。もう前半終わっちゃった。話盛り上がりすぎましたけれど、言霊で。はい、でね、先日ですか、今年なのかな、二課の方の、はい、コンテストで去年ですか、はい、受賞されたという作品がね、まあ、今日はお持ちじゃないんですけど、大作でね、龍の絵だったんですけれども、あの大作はどのぐらいかかったんですか、描いたの期間ですか。はい、あの描く期間はそんなに長くはないんですけど、その構図を考える時間っていうのがやっぱりある程度時間がないと、こう
ういうもの描きたいっていうこの衝動が生まれるまでっていうのが時間がかかるんですね、うんうんうん、そうなのか、うん、思いはあってじゃあこういう絵を描こうって、うんまあ、構成みたいなのもするんですね、うん、ここにこんな感じで、はい、この位置でこれで、はい、そうですね、はい、あれは大きなね、はい、あの竜竜です竜、はい、ドラゴンですね、はいはい、そして右側の方に、うん、あれ月ですかはい満月満月です、うん、満月と竜だけでしたっけね満月と竜と棚田があるんです棚田見なかった、はい、そっかもう一度ちゃんと見よう見てください棚田はどこの棚田を意味どっか町なんですあそうなんですかそうなんですもう本当に私あの十日町の親善大使のお友達がいてその方にあの十日町をね紹介してもらったんですあらいいわ星峠を登って上から棚田を見下ろした時にすっごい感動したんですよあれ綺麗ですよ綺麗でしたこれ天気のいい昼間だったんですけどこれ夜見てみたいわと思って水が張った夜、はいはいはい、見たらどうなんだろうって思ったら、うん、描きたいって思ったんですよ衝動がねそうなんですもう湧き起こった湧き起こった、うん、だからもう本当にお友達に感謝ですそこに連れてってくれた友達いやそれは夜は見なかったんですよ実際に、はい、じゃあイメージで描いたわけですか、うん、いろいろ画像とかも見ましたけれども夜ってどんななんだろうなと思って見ましたけれどもでもやっぱりもう自分の中でストーリーが生まれたんで、でその棚田は分かりましたね、うん、星峠は、うん、でなぜ竜と満月なのか、うん、あのですね、その棚田の田んぼあの棚田の田んぼを上から見下ろした時に、うん、竜の鱗に見えたんです私はー一枚一枚がへーで水が張って満月の夜だったら、うん、どう映るのかなあの田んぼにと思ったら、もうそこに雲、彩雲が立ち込めて、うん、竜がその田んぼから如意宝珠をすくい上げて、うん、月に届けるっていう、うん、そのストーリー性を描きたくって、やっぱりね、もうその発想がね、普通では思い浮かばない。そうですか。うろこに見えたなんて。龍が大好きで、あ、もともと好きなんですか。龍が大好きで、じゃあ龍神様に守られているのかな。そうなんですかね。それだったら嬉しいんだ。ありがとうございます。本当に、はい、ねえ素敵な龍でした。あ、ありがとうございます。うん。でこの間12月13日のブルーカブさんの並手家のね、はい、パンとワインを楽しむ会は、はい、もう夜だったので、はい、あの龍の絵がすっごい良かったんです。生えて。ああ嬉しい、うん、あのブルーカフェさんのブルーのライトとキャンドルの揺らめきです、ね、揺らめきがあのだからあの空間で世界一のシュトーレンの本を朗読させてもらったことがすごい心地よくて私ももうオープニングからもう涙が、うん、そうですかこれがいろんな思いが溢れてで参加者の皆さんもこうしくしく、うん、あの涙を拭いていらっしゃるのでもう読んでる方としてはちょっと不謹慎なんですけど、うん、心の中でガッツポーズあーみんな、ね、感動してもらったと思って私の方は嬉しかったです私も聞いててすっごく嬉しかったですうんよかったですよねそんなジョークアートのでその当日ですねあのイベントの時に私がもうお願いしますって感じでせっかくチョークアートを販売するならあの実演で描いてほしいとお願いしたんですよ渚さんにそしたらね描いてくださいました今そのゴールドのゴールド、はい、ゴールド絵で下地はね下地その実演アートしたのが牛の形になっているところのあの金の玉、うん、玉ですあれは何をイメージしたんですかあれもやっぱり如意宝珠まああのあクリスマスリースにそうですよねよく飾る、うん、オーナメント、うんうんうん、丸いものを見るとどうしてもこう如意宝珠って思っちゃうんですよそうですねそこをね、うん、みんなの前で描いてくれましたけど、うん、あの感想はいかがでしたか皆さん周り、見てくれた方どうだったんでしょう、うんうん、私も描くのが
必死でこんな風になってるんだみたいな感じでね、皆さんね、興味津々でしたよね。ありがたいこと、うん、あのこれ葉っぱのところは、はい、私牛にかたどったつもりだったんですが、気づいていらっしゃらない方もいらっしゃって、はい、ああそうですか、うんうん、意外ですよね、うんうん、私はそこをかけて書いたんですけれども、うん、そうか、そうなんです、はい、でまたその牛の下の口らへんのところが、うんうん、竜になってる、白竜ですね。そうです、うん、素敵。そして2021、来年のね、はい、あの2021のとこの数字が、はい、ちょっとなんかハワイアンっぽい感じがするんですけど、ハワイアンですかね。何なんですかこの花柄は。これは、まあ、和柄、和柄ですね、はい、令和時代の、そうか、はい、和柄をイメージして、うん、なんかね、こう緑のあれがモンステラっぽくてハワイアンに見えたんですけど、はい、それもね、いい感じですね。ありがとうございます。へえ、いや、このね、対策をもう、まあ、競りじゃないですけど買う人って言ったら、はい、ね、いらっしゃいましたね。嬉しかったです。もうその場で、はい、本当にありがとうございます。今日この後その方にこの絵を届けるということで、はいはいはい、持っていきます。わー、どこに飾るんだろうなんて想像しながら私いますけれどもね、はいはい、これ絶対に金運も上がりそうだし、もう来年のカラーが金って、あ、来年のカラー金なんですね、はい、だから金の地にしたんですか、はい、わー、これいいですよ皆さん。で、風の時代だから、うん、流血にして風通しよくと ね、真ん中空いてますもんね。そうなんです。わー、すごいわ。そういう風水も勉強されたんですか。私はあの勉強したというか、セミナーを聞いて、あの自分の学びとして聞いて。そう、渚さん、うん、いろんな資格をお持ちなんですよね。うん、極めてはいないんですけれども、すごいなと思って、うん、でもやっぱりこう自分が思ってること、うん、こう思いをこう表現していくには、うん、いろんな感性がやっぱり磨かれていないと書けないんだろうなと思って、うん、いろんなことを学ぶようにしてます、はあ、そして今日ね、私にもチョークアートをプレゼントしてくださいましたちょっと見えるかな、カメラに、はあ、これはどんな意味ですか。それはですね、2021年は牛年ですね。牛年は猛烈に楽しもうって、もうともうにかけてるんですけれども、今日はまだ桃代さんにお会いするんで2021年は桃代さんの時代だと思って。え、なんでですか。もうもうじゃないですか。もうもう嫌ですよ。ダジャレが来ると思わなかったです、ここでね。いや、もう楽しく、うん、過ごせたらいいなと思って。あ、嬉しい。猛烈に楽しもう。そうです、本当私も、うん、もうここ数年楽しんでるんですけど、うん、さらにもう風通しが良くなる気がして。そうですよね。来年以降、うん、楽しみですね。楽しみですね。やっぱりね、楽しいことを考えてると、うん、そういうことがやってくる。そうそうそう、ですよ、本当に心がけてます。嬉しい、はい、うん、で毎回ね、お聞きしてるんですけれども、渚さんの人生を楽しむコツって何ですか、うん。もう本当に今桃代さんと話してきたものが全てですけれども、うん、やっぱりこうどんなことでも楽しむ、うんうん、どんな出来事もやっぱり自分が必要で起こる出来事なので、はい、もう今を楽しむ、うん、そのことを楽しむ、目の前のことを楽しむっていうことを心がけてます。そうですよね、はい、そういうことを心がけないと私もネガティブなところがあるので、でもあの2020年は大きな変わり目、うん、ね、大変は大きな変わり目じゃないですか、うん、大変な年だったと思うんですけれども、うん、渚さんにとってはどうでしたか、振り返ってみて2020年。うん、うん、いろいろ振り返って振り返る時でしたかね。あと出会いがたくさんありました、うん、じゃあコロナ禍でもいろんな出会いがあったり、うん、ありましたね、はい、で、うん、自分自身を見つめ直して振り返る年だった、うん、振り返る年でしたね。うん、私もね、なんか再会みたいなのがいっぱいあったんですよ、はい、うん、それこそラジオも昔やってた、うん、まあ、仕事だったので、うん、もう一度やるっていうチャンスが巡ってきたし、うん、あ、再びっていう年なんだなっていう。
多分渚さんもこの間のね、クリスマス会で、うん、再びみんなの前で、うんうん、そうですね、やったと思うんですよ。そうなんです、うんうん、それを機にまた、うん、2021年来年以降、はい、どんな風になっていくのか、はい、楽しみです。楽しみですね。いや、この金で売り出してほしい。あ、嬉しいです。金の字で、このこれも素敵なんですよ。桃代さんがそう言うからには本当に、うん、多分みんな欲しがると思う。今はね、やっぱり心も明るくなるし、そう、うん、ね、玄関に飾るといいと思いますよ。もしこれを見て、はい、あ、この金の絵が欲しいっていう方は、はい、どこを見ればいいですか。なぎさ院のページあります。なぎさ院のページ、はい、ないんですけど、あの村上なぎさで Facebook とかつながっていただけるといいですかね。そうですね、はい、ねえ、もうこれはね、本当に人気になりますよ。お願いします。ありがとうございます。本当にね、楽しみです。いい年にしていきたいですね、はい、じゃあ来年、はい、どんな年にしたいか一言で。楽しみます。もう、はい、猛烈に楽しみます。猛烈に楽しもうです。嬉しいですね、はい、本当に楽しみにしたいと思います、はい、今日の光の仕事人は西川区出身ジョークアーティストの渚院の村上渚さんでした。どうもありがとうございました。